ローンサバイバー アメリカ海軍の特殊部隊ネイビーシールズ史上最悪の惨事と呼ばれるレッドウィング作戦の全貌を映画化した戦場アクションこの作戦から唯一生還した兵士の回顧録を原作に極限状況下での戦場をリアルに描く監督はハンコックバトルシップなどのピーター・バーグよりによってこの2つというのが、えー、主演はマーク・ウォールバーグ、えー、テイラー・キッチュベン・フォスターエミール・ハーシュラということでございますローン・サバイバー私も東方シネマズ日本橋とかでね、えー、2回見てまいりましたいいですね あの、ピーター・バーグ、本作の脚本、監督、制作、えー、まあ、起死回生の一作ということになったんじゃないでしょうかね。というのは、前作、バトルシップ、コなナこの名前何度も出ておりますが、えー、この番組で言うと、シネマハスラー時代、2012年4月22日、ちょうど1年ぐらい前ですかね、えー、がですね、まあ、世の中的には、まあ、業行的も批評的も大惨敗したと、まあ、日本ではそこそこヒットはしたみたいですけどね。えー、で、 ただ僕はこのシネマハスラーの中でのねその、えー、時代の表を聞いていただいた方はご存知だと思うんですけど僕は結構支持派であのアメリカ伝統の記載会場断じり祭り敵テンションに完全に乗っていったっていうことですねドキ <laughs> ドキドキドキーとかね、えー、<laughs> お、パイセン、パイセン、おっ、ってからね <laughs> あと打ち上げに宇宙人も出ているべきとかね <laughs> まあいろんなあのえ映画の本編と関係あるんだかないんだかみたいな、ね、表になっちゃいましたけど、まあ、そういうテンションの映画そうやって楽しむ映画でもあるで。と同時にですね僕その表の中でも言いましたけどそういうそのいわゆるバカ映画として楽しいっていうような部分だけじゃなくて例えばそのアクションの見せ場の 実はですね、とてもすごくその観客が例えば位置関係とかが理解しやすくですね、いいように、えー、見やすく整理された、計算された見せ方とかも含めて、意外と僕、ちゃんとやってるところはちゃんとやってる映画だなとも思ってて、えー、だと思います。だからその世式、世評のダメダメ映画だっていうところには僕はそこまで、あの、同意しかねるっていうところもあります。まあ、バカはバカですけどね。<laughs> 会場だんじりですからね。<laughs> えー、2012年度のシネマランキングで20位に、55作品中20位ですか結構いい方じゃないでしょうか。とはいえですね、 確かにその、このピーターバーグさんという方、ええ、まあ僕はそのバトルジップ好きとかっていうのはあるけど、まあ評価がしづらいっていうかですね、ええ、評価が定まらない感じの作りさんではあったかなと、少なくとも今回のローンサバイバーまではちょっと評価、どう評価したのちょっと微妙な立ち位置にいる人であった。で、あんまりちゃんとその、なんていうんですか、キャリアの見取り図が描かれたてたことはですね、少なくともあんまり日本であんまりされてない感じですよね、ええ、だと思います。もともと俳優、 としてのキャリアが長い人俳優出身の方ですねだから結構イケメンで、えー、ちなみにあの記念潤の何のかどなたかの記事であの「甘い毒」っていう映画のがなんか監督作みたいに書かれてるこれは出演作ですねだからねそういう昔の出演作があったりしますけど、えー、でですね、まあ、結構イケメンであの何て言うんですかね例えば過去作で今回の『ローン・レンジャー』とまあ連なるような作品といえばですね例えば、えー、これ2007年の作品かな「キングダム見えざる敵」っていうねこれまあ要するに実話をベースにした日 911以降、911以降のアメリカと中東世界の圧力っていうのをテーマにして、なおかつドキュメンタリックなタッチで、ね、特にそのリアリズムを追求した銃撃戦描写、ハードな銃撃戦描写、まあ、これはあのキングダムっていうのは制作、マイケルマン入ってますからこのときは、ねまあ、マイケルマンテイストなのかななんて思ってましたけど、えー、そんなテイストがあると。えー、そういう意味では、まあ、ローンレンジャーとつながっているといえば、ごめんなさい、ローンレンジャー、ローンレンジャー、大変だよ、ローンレンジャー、すいません、ローンレンジャーはすいませんあの、あいつでしたね、はいあのー、はい、この間やりましたけどね、ローンサバイバー、間違いやす。しかもロー ローンレンジャーの話題出てくるから中でねすいませんローンサバイバーでございます、えー、キングダム見えざる敵といのあったりとかさら、えー、にですねそこに こちらはその作品的評価も結構高くて、後にテレビシリーズ化もされた、えー、っとですね、これも実はベースの、えー、っと、高校のあのフットボールもののプライド、ええー、栄光への絆というね、ビリボー・ボウソンとが出てるやつがあって、ええー、とかですね、えー、あるいはまあさっき言ったバトルシップ、例えば、ええー、アメリカ海軍が全面バックアップしてる、まあ軍隊ものでもあるわけだから、で、今回のローン・サバイバー、僕ノートにローン・レンジャー、ローン・レンジャーって書いてるわ、えー、ローン・サバイバーを並べると、まああえて言えばね、 えー、極限状態での,そのなんかマッチョな絆チームワークみたいなのそれもまあドキュメンタリックに、まあ、リアリズム重視で描く、まあ、バトルシップがリアリズムかってそうじゃないんだけど、まあ、一応海軍全面バックアップで本物の軍艦とか使ってるってとこば、まあ、リアリズムところの含めるならばそういうようなテイストで、まあ、一貫してるとは言えるかもしれないただその一方でですねこれやっぱ位置づけが難しくなっちゃうのは例えば監督デビュー作が「ですねベリー・バッド・ウェディング」っていう映画なんですけどこれがね言ってみればね あのもう笑えないレベルで毒気が強すぎるハングオーバーみたいな話で <laughs> もううなんかかちょっとどうかしこれで笑わそうってどうかしてんじゃねえのっていうぐらいのレベルであのちょっとねバイオレンスギャグが行き過ぎてるエクストリームなバイオレンスギャグ感覚、まあ、そういうのがあったりもするので、えーというねまあ、ちなみに今こっからそのエクストリームなバイオレンス感覚っていうのかギャグを抜いたのが、ね、エクストリームなバイオレンス感覚今回ローンレンジャーも当然あるわけで、まあ、そういうテイストがあるっていうことがあるかもしれないですけど。 ちなみにこのベリーバッドウェディングは、あのー、同じく俳優出身監督として後に成功していくジョン・ファブローさん主演だったりしますけど、はい。すごい痩せてますよ、この頃はね。で、あと、ま、そのテイストで言うと、例えばさっきも出ましたけど、ハンコックってね、ウィル・スミスのやつ。あれの特に前半のなんか悪趣味ギャグ、特にあの、 ケツの穴に頭をぶっ込むっていうのを本当にやるっていうあのくだりとか <laughs> でそういうことをやるからあとまあそのだからバトルシップもむしろそっちのギャグ路線系譜に入れた方が分かりやすいのかもしれないけどなんかさっきのそのキングダムとか今回のロールレンジャーとかそういうシリアルああまあはいはいローンサバイバー <laughs> とかとそのギャグ路線とかがあるんでちょっとこうなんかこうキャリア的に落ち置き場所に困るタイプの人ではあるのかもしれないけど一つ言えるのは これまでは決定的な一策がなかった人なんだけど、まあ、今回のロ,ンローンサバイバーが、本当全部ローンレンジャーって書いてある、これ。あぶない、あぶない、あい。はい、えー。でですね、このローンサバイバー、まあ、バトルシップの前から企画してたらしいんですよね。なんだけど、まあ、そのユニバーサルが乗り気じゃなかった。まあ、後から言うように決して後味でスッキリするような話じゃないため、えー、あまり乗り気じゃなかったというのあって、まあ、先にバトルシップ取らされた。えー、あげくの果てにンパンになったってことなんだけど。 乗り気じゃなかったというので、あの、比較的やっぱ今回も低予算で作ってると、えー、ピーター・バーグさん自身も組合規定の最低ギャラで取ってると、えー、あとマーク・ボールバーグとか、その、えー、テイラー・キッチュっていった、まあ、スター、本来ならスター待遇みたいな人も、もう、ものすごい格安ギャラで出てるみたいな、あと、まあ、テイラー・キッチュに関しては、バトル・ジェネシップ主演だったり、その、ね、えー、なんだ、あの、ジョン・カーターとかさ、あの、なんとかして、もうギャラいらないからお名返上したいっていうのは当然ある立場の人だと思うんだけど、ピーター・バーグ同様。えー、ということで、まあ、低予算んで頑張って、 頑張って取っ,たってたというのがあるとなので、低予算ながら、今回は結果的にその大ヒット、内容的にも非常に評価高いということで、あのついに決定的な代表作ができた、ピーター・バーグさんと。で、えーまあ、さっきから言ってるように、ですね、えーまあ、実話が元なわけですよ、えーあの、ノンフィクション本がね出てまして、これは要するにマーカス・ラトレル三等総長というね、ね、えー、今回マーク・ウォルバーグが演じている、えー、方の書いた本こうノンフィクション本がございまして、まあ、これが一応原作、えー、であると。で あの例えば予告とかでこれ本当にあった話とか知らないままね予告とか見て敵地のど真ん中に取り残されたアメリカ兵が1人奇跡的に生還するみたいなお話例えばねエネミーラインとかもあるわけじゃんよ同じ話で話だけ取り出せばだからそういう完全にアクションエンターテインメントのさみたいなのもあったりするわけだからまあ んじゃあ、その横編だけ見て、そういう感じなんでしょうみたいに、もし、もし仮にそう思ってる人がいるとしたら、いや、全然そういうんじゃないです。<laughs> むしろそれ正反対です。みたいなことはっきり言っとかないといけないと思います。まず何よりですね、その何がその例えばエネミーライン的なものと違うかというと、えー、劇中で描かれることのね、何が正しいかとか、何が正しかったかみたいなことに、えー、が明確に提示されるタイプの、要するにまあつまりエンターテインメントな作りじゃないんですよね。 え何が正しいとか何が正しかったかえ善悪は劇中で描かれていることの善悪は我々が持ち帰って考えることってタイプの映画っていうことですねはいえでそしてさらに言えばですねとにかくまあアメリカ軍がね主役の戦争映画ってのはこれはもう歴史上それはもう無数に星の数ほどありますよ王子といえどですねこれほどまでに徹底的にアメリカ軍側がそれもほぼ一方的に古典版にやられまくるっいう映画もあんまないよね。 相手はブラックホークダウンぐらいですかね。うん。うん。で、しかもですね、その古典版にやられまくるのが、まあブラックホークダウンもね、レンジャーとかいっぱい入ってましたけど、ただの兵隊じゃない。例えばプラトーンとかいうみたいのにさ、まあ新兵が戦争、戦場の現実みたいのを初めて目の当たりにしてビビりまくるとか、ショックを受けるとか、そういうんじゃなくて、米国海軍最強の精鋭たち特殊部隊ネイビーシールズが、 カンプなきのあでにコてんぱんな目に遭うという映画でしょ。えーでまあ、ネイビーシリーズといえばですね、2012年、えー、この番組で言うと、7月17日,日、えー、シネマハスラーで、えー、扱いました。ズバリネイビーシリーズ、現代アクト・オブ・バラーというね、えー、映画、まあ。あの人たちなわけですよね。でその,あのネイビーシリーズ、アクト・オブ・バラーという映画は、あの本物の隊員、本物の装備を使ったザ・広報映画だったわけですけど、えーで ね、あのなんだけど、まあ、すごく勇ましい様子が,が描かれてる割には、最後、ちょっと若干しょんぼるした空気が漂うあたりがこう、うからずもってあたりが、あの映画の魅力の一部だったりもする気がしますけど、えー、で今回のロ,ンローンサバイバーで、危ねえな、もう、なんでロ、<laughs> 俺、ローンレンジャー好きだな、<laughs> ローンサバイバーもですね、えー、序盤の30分は、おそらくはあえて、割とそのそれこそアクト・オブ・バラー調っていうかですね、えー、ちょっと広報映画チックなトーンっていうか、 始まりからしても実際のそのシールズの、えー、訓練映像を使って,ってるわけですよ。あの、そのネイビーシールズ、映画の方のネイビーシールズを紹介した時に、ネイビーシールズはすごく広報熱心だって話しましたよね。えー、他のその特殊部隊と比べても、えーで。例えばそのディスカバリーチャンネルに、えー、と訓練場を独占取材させたりしてるみたいな話をその時してるんですけど、まさにその時のディスカバリーチャンネルの映像が使われてたりします。はい。えー、で、まあそれっていうのは、要するにシールズ最強っていう、まあ、 彼らがががアピールししたっってるそしてているるそ我らが受け取ってるイメージ通りととうことですねだから、序盤30分はそのとり、まあ、そのこんだけ、こんだけ訓練して、こんだけ装備して、こんだけ準備してんだから、それ大丈夫じゃないみたいな、僕らもう安心して見てることができると。だからこそ、なぜこんなことがあって、まあ、ちょっとフラッシュフォーワード的にね、要するに、あんまり良くないことになりましたって、まあ、先にちらっと見せるわけですけど、その対比で見せる。で、まあ、最初は実際のシールズの本物の訓練映像が出てるわけですけど、そこから、その俳優パートに入ってからも、 えーまあえー、私のですね、まあ、この番組、専属と言っていいんですかね、プライベート、えー、重火器軍事交渉顧問、各国民間人 <laughs>、えー、岡松さんという方ね、これ、ネイビーシリーズの表の時もお手伝いしていただきましたけど、えー、軍事顧問、各国民間人、岡松さん、えー、によるとですね、えーまあ、そのネイビーシリーズ表の時も紹介しましたけど、あの各国の特殊部隊と比較しても、このネイビーシリーズは非常にこう、待ち相撲の権限。 非常にマッチョイズムが非常にこう強いと、えー。で、そのジョックス体質、要するにその運動、運動会系っていうか、なんて、体育会系っていうか、要するに筋肉バカみたいな、そういうふうに揶揄されることも結構多いくらい、みたいな、そういう体質があるというふうにお小松さんおっしゃってて、で、まあそういうネイ ABC リーズイズム、で、それゆえの、こう、絆の強さみたいなものは、まあ、序盤30分使って、まあ、強調されてるわけですね。例えば、あの、えー、新しく入ってきた人を、ちょっとこう、ね、可愛がりというかね、可愛がり会があるみたいなね、えー、ジャミロ会かけて踊らせるっていうね、えー、のがあったりする。 とで、まあ、その30分間、シリールズ最強みたいなそのイメージ通りの話するんですけど、それがまあ,あるポイントを境に、あれよあれよと崩れていくと、まあ、そのきっかけ、まあ、これはもう皆さん、ね、この映画の紹介のところですごく言われていることなんで、まあ、別に言っても問題ないと思いますけど、まあ、4人で山中を偵察中、えー、隠密行動ですよね、当然、偵察中に、3人の民間人に見つかってしまうと、しかもそのうち1人は完全に子供だということですね。 こんな偵察任務でその現地の人とまあ出くわすっていうのはそれはアクシデントにせよそういう時に対処できる程度の現地の言葉とか全く覚えないで行くんだとか結構意外な感じしたんですえそこで軍事顧問過去民間人岡松さんに伺ったところ これだからあのそこがやっぱネイビーシーズっぽいところじゃないのかなとジョックス体質っぽいところじゃないのかなとでグリーンベレーだったらこれがあの現地の言葉を習熟して現地の人を味方につけるというような、ねえー、活動をするのでグリーンベレーだったらいいんだけどよかったのかもしれないけどとか。 あるいはですね、これ、もうちょっと後の場面になりますけど、やつらなんであんなに早く移動できるんだ。ね、敵はまあタリバンで、えー、ものすごく早くその山岳地帯を追っかけてくると、えー、そういう泣き言を言う場面ありましたけど、これも、えー、っとですね、ネビシルズは決して長期の山岳戦が得意なタイプの部隊じゃない、ねえー。というのが岡村、軍事顧問、過去民間人。<laughs> でまあ、そのレンジャー部隊とか、あの専門の,その山岳師団がいるんで、そっちだったらまあすごく強いんだけどと、で実際に、えー、とまあアフガンに従軍した人の,その証言で、あの山道を案内したときに、ネイビーシリーズ隊員がすごく脚力が弱いのびっくりしたみたいな、そういう証言があったりもするらしいんですけど、はいえー、ということで、まあ、ネイビーシリーズゆえの弱点みたいなのは一応あったりはするらしいですよ。 でまあ、とにかく図、えー、らずもというかその、えー、不良のあれで民間人3人に見つかってしまうとしかも非常にこうちょっとなんていうんですかねあまり友好的なムードじゃない民間人見つかってしまうでここでそのいわゆる正しい公選規則ですね、えー、でそして一般論的に正しい倫理というのに従えばですよ、えー、従ってその彼らを殺さずに、まあ、解放する、まあ、これは普通に考えればそれ当然そうでしょっ彼らは然党員なんだからと思うけどそれをやっちゃうとタリバンに 連絡されて自分たちの命が間違いなく危なくなる、えー、しかしじゃあその自分たちの安全のために、えー、殺したら殺したで後で重大な戦争犯罪として大問題になって裁かれてしまうかもしれないというまあ えー、言っちゃえば究極の選択があると。これサンデル教授のね、議題にもなったりしてるんですもんね。えー、で、まあ、意見は分かれたものの、えー、殺さないという判断が結局取られて、で、それが結果として彼ら自身や他の兵士の命さえも奪ってしまう、結果になってしまうという、えー、ことですね。で、 ちなみにですね、これ、元の本、つまり実際に起こったことを、ノンフィクションの元のマーカス・ラトレルさんの文章によるとですね、さまざ、あ、まなディテールがですね映画では変えられているというのもある種、これ当然としてもですね、えー、この実際にできた映画が保っている、この本と比べるとですね、実際にできた映画はある種、あとで言いますけど、中立なバランスを保とうとしているんですよ。えー、あるいは、その後のまあラトレルさんの発言、まあ、インタビューとか、まあ、日本にも来られたりしてましたんで、えー、例えば映画標本のインタビューで、 今でも、その今だったらどうしますかと今でも俺は殺さない方を選ぶよ殺さなくてよかったと思ってるその3人の民間人をっていうようなことを答えているんですけどそれとはだいぶこの本で言ってることは違ってまあひょっとしたら彼も後に考え方を変えたという可能性もありますけどこの本で言ってることは相当違ってニュアンスがえはっきりそのえ殺さずに逃がすという選択は俺がこのように生を受けて以来した最も愚かで最もまぬけな決断だっていう風に断じてるんですね。そそしてそれは 全ては自国のリベラル派を恐れたからだ。つまりそのさっき言った、えー、戦争犯罪じゃないかみたいなことを後で、えー、休断されるのを恐れたからだっていうことで、えー、この本全体がですね、戦場の現実みたいなものと乖離した、戦場の現実を知らないくせに正しさを振りかざすそういうリベラル派っていうのへの、え不満、恨みが全編にわたって並べられていると言っても過言ではない感じなんですね。で、これはですね、もちろんその彼の意見に対して、いやいや、みたいな気持ちが湧きがこる部分も僕はなくはないけど、 やっぱこの悲惨な戦闘の当事者であれば当然出てくる気持ちであり立場でありますよね、まあ、理解はで全然できるし,、まあだしえー、彼もそれがその、えー、殺した方がやっぱり良かったかもっていうそのあれとかその戦場の理屈っていうのが正しくないってことは重々分かった上で言っていると。えー で、だからそれが嫌なら戦争なんかそもそもしないにしかないっていうようなことを言ってるわけですよ。えー、死に与えない、与えしない人々を殺すというひ,、えー、ひどい不正義。それこそが戦争なのだってもう言い切ってるわけですよ。はい、えー。で、現実になる。で、そのいわゆる戦、戦闘規定みたいなね、こうやって言ってるけど、はいはい、それは正しいですよねと。リベラルな人たちっていうのは今まで一度も間違ったことがない人たちですよね。でも戦争は間違ってるんです、そもそもっていう。 でそうじゃないと僕らが危険にさらされるからやるしかないんだみたいなことをおっしゃっててそれはそれで立場としては理解できるでねもちろんそれ,それは彼の当事者としての理屈、えー、ここでどう行動するのが正しかったっていうのは論じる視点の置き方によって全く変わってきますよね当然ねでその先にしかも明快な一つの正解がいずれ出てくるってわけでもないですねこの問題ね、えー、なんですけど一つ言えるのはですね まあこの元の元アフガンたった一人の生還というタイトルで、秋処房というところから出てますけどね、ここでまあ延々とそのラトル氏の心情が語られているわけです、原作本、ラトル氏の一員印象で、その時俺はこう思ったとか、今こう思ってる、心情が書かれている原作本と違って、ですねつまりそのラ,トル氏ラトル氏の心情に引っ張られるその原作本と違って、映画版は割とですねあ,のあくまで起こったことの描写っていうのだけに徹して、明示的な結論というのはあえて出そうとしていない。 もちろんその、えっと、最初と最後にそのラ、えー、マーク・ウォールバーグのナレーションという形でね、えー、出ますけどあれだって明示的な結論じゃないですよね戦うことから俺は逃げないっていうのをそのそ戦いっていうのが何を示してるかっていうのはさ生き,生きることかもしれないしさあの屈辱に耐えて生きることかもしれないし、えー、ということでそ,それがそのなんていうかな単純なそのアメリカに僕らが考えると。この 嫌だなと思うようなアメリカ的正義を指してるとは限らないじゃないですか明示的な結論はあえて出そうとしていないバランスだと思うんですね今回の映画は でもちろん、途中の戦闘シーンに至るその一連の流れのところでは、そういう内面描写みたいなのは別に入囲ないですから、えーで、むしろですね、そのさっき言った起こったことの描写っていうのを徹底させること、つまり例えば銃撃戦というのがいかに凄まじく、えー、もっとえば恐ろしいか、えー、あとは詳しくは後でもうちょっと言いますけど、あまりにもハードな闘争のプロセス、えー、によをちゃんと描くということによってです、ね、あの政治的立場、 語り手の政治的立場云々を超えた、まあ、戦場の真実に恐らくは近いと思われる何かを観客に直接突きつけてくれるタイプの作りっていうかでここにやっぱ映画化っていうのをする意義があるということですよね。えー、でその意味で やっぱのスピルバーグのプライベート・ライアン以来の傑作みたいな言われ方されてるみたいですけどプライベート・ライアンと比較されるのはすごくよくわかります、えー、あれもやっぱりその立場的には当然第二次大戦での、えー、アメリカ軍の,その、まあ、活躍というか兵士たちの頑張りみたいなのはここ当然肯定的な結論で描いてるんですけどでもあの戦場描写のあまりの恐ろしさになんかそういうこうイデオロギー的な立場を超えて ももうそこにドスンと突きつけてくるものがあるみたいなあれやっぱプライベート・ライアンスというかの,のすごさだと思うんだけどまさにブローン・サバーイバはそういう、えー、バランスになってるなというふうに思うんですね。えーでまあ、ちなみにプライベート・ライアンスと通じるのはもう一つあちらのにも善意の選択っていうのをした結果が。 やってくるある皮肉な結果っていうのは描かれてますよね。はい、そこもちょっと通じるあたりじゃないかなと思います。一種の究極の戦場における究極の選択、えー、でですね。まあそんなこんなでですね、どうどんだけ壮絶かというと、まあ大体55分目、えー、マークボールバーグさんがですね、タイムカードを押す押して以降、えー、まあ絶望的な文字通りの本当文字通りの交代戦です。その凄まじさっていうのはまあこの映画のもちろんこう本、えー、肝なわけですけど。 交代戦って言いましたけどね、これ、こういうことですよ、えー、バーンとね、敵から、敵が要するに上からこう、ボンボンボン追っかけてくるとこう、斜めの、えー、斜面だと、山,山の、えー、斜面だと思っててくださいよ、で、えー、左、左、左、敵い左、大丈夫、こっち、こっち行ける、ばばばばばばっと来て、だめだめ、左だめ、左だめ、右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 、け右、右大丈夫、右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 、バ、右ダメ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 、えー左ダメ、右ダメ、右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 、 感じの交代戦なわけで,すで後ろって見ると、それから崖なんですね、もうね、あの崖っつって、もう縦ですね、もう縦の崖ですね、もう斜めではないんだよね。えー、で,で、このあたりのシーン、まあ、実際にそういう場所での戦いだったっていうことも当然あるんだけど、えー、こういうことですよね、えー、と右行ってだめ、左行ってだめ、左右が封じられたから、で前はもう当然客、えー、全然攻めてますから、しょうがないから後ろへ行くしかないとかですね、あるいは、 高いところから攻めてくる敵対低いところから迎えたずられないこっち。まあ、当然高いところと低いところと低いところからあの受ける方があのきついんですよ、戦いはね。えー、っていうような構図の見せ方。要は、乱戦の割にえと位置関係がいちいちえ割と意外と分かりやすく提示してくれるところ。あるいは、あの崖の上なら大丈夫の。 通じる電波が通じるぞとか、なんかそういうね意外と位置関係の提示が分かりやすいあたりは、ですねピーター・バーグ、僕はここは一番うまいあのところだなというふうに思います、でですね、後ろだ、覚悟しろ、飛べ、ばーン、まあその爆発をバックに、えー、と何か主人公たちがです、ね、スローモーション的にドーンってこう飛び出る、なんか飛び、となんていうかな、ぼ、えーんと飛び出るみたいな、そういう絵っていうのは、まあ、ハリウッドアクション映画、まあ、定番ですよね。 でこの映画もそこのドーンの瞬間は一種、そういう定番的な絵を一個入れてくるんですよ。俺、あえてだと思うんだけど、そこは。要するに、おなじみの例のドーンで他のハリウッド映画だと、ドーンってみんなわかりますあの手をバタバタ回して落っこちる、あの動きをして、まあ、下がたまたまやれ、滝でしたとか、ねええー、下がまあなんか木の枝で、まあ、木とかにバンバンバンってぶつかるにしても、まあ、いててぐらいで、まあ、すぐこうやって走り出したりなんかする。ばーって、一見、ハリウッドアクションおなじみの絵を一旦入れといてからのそこからの転げ落ちのさま。 さえー、もっと言えばその転げ落ちていく様の通覚描写ですね、うんえー、先ほどねメールにもありました。 とにかくその岩肌なんですよね。岩がちで、その岩がちっていうところを先ほどね、えー、おっしゃってましたけど、まあ空撮でも何度も見せるし、あるいはその逃したあの羊飼いの少年が、えー、と降りてくところのもう岩場だらけ、ものすごい木、えー、尖った岩場だらけみたいなところも強調して見てるあるいは途中でちょっとこう足くじいちゃうとか、えー、そういうのも見せてるのがやっぱ聞いてるですね、とにかくゴロゴロゴロって怒ってる時に、途中の尖った枝、ゴーンってそのぶつかるたびに、 これ音響効果。これもアカデミー賞ね、あのー、ノミネートされただけあって、もう音響効果も凄まじい。いちいち肉とか骨にグシャグシャグシャって音が出て、岩にグシャ木の枝ビシー <laughs> いちいち音もきつい。しかも、その落ちてくるのが長いんですよ <laughs> 長い延々落っこってくる。 ということでその例えばね尖った岩に背中がぶつかる痛覚描写といえば、えー、このコーナーで扱った韓国映画ベルリンファイルねありましたけど俺ベルリンファイルラスト格闘をこけ超えたな今回いうわいた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 っていうね、えー、ということなんでありますまあ落下描写映画において落下描写いろいろありますけど完全にネクストレベル達しましたよね映画史を更新したという意味でだけでここで5億点ですよこれ出ましたよしかもそれが2回来る <laughs> えー、もうさっきので十分骨折とかしてるんですけどみたいなうん感じになるとであの例えば、ですねその後例えば完全にももうう要するにもう体が動けなくなって弾も尽きた状態でもう,もう,もうそほとんど死の寸前なんだけど木にもたれかかってる、ね、その兵士を、まあ、射殺するタリバンが射殺するんですけどそこが要するに彼が動けない状態の男が頭を撃たれて死ぬまでを 鬼のようなワンショットで当たるまでの3発をワンショットでダン、だんだん弾着が近づいててダン、ダン、ドン、鬼 <laughs> 鬼、うん、とか、鬼やなーってのはやっぱりあれですよね、あの皆さんねあの、もちろん最終的にはねもちろんそのローンサバイバーですから最後はサバイブするし、サバイブするっていうのは当然アメリカ軍に合流できるわけですけど、あの途中さ、 いわゆるそのラストミニッツレスキューとかあるね。まあ古くは駅馬車ですよ。要するに危機一発になったら携帯がやってくるザ・アメリカンな。ね。アメリカ軍が来れ,来れば解決。これまさにバトルシップがもう完全にそれでしたからね。ラストミニッツレスキューっていう、それを完全に逆手に取ったような。まあ、っていうか事実がそうなん,なんだからしょうがないんだけどさ。でもあれが事実ってすごいよね。俺あの絶望感はあれですね。ゲームですけど、デッドライジングっていうゾンビゲームの中盤で味わったあれですよね。<laughs> えぇ、ー、<laughs> あれ。 えー、中盤の絶望的な展開。これもやっぱもう容赦ない。鬼だなっていうね、ことですよね。まあ、実際はこういう鬼展開だったと。それを、あの、すごく、えー、もう本当にソフト化せずに描いてると思います。で、しかもそれは、乗ってんのが、ま、乗ってんのとか言っちゃったよ。あの、ちゃんとマイケル・バナーとかが演じてる人だったりするからさ、えええええ,え,え,えっ、ていう感じがね。エリック・バナー、はい、マイケル・バナ、エリック・バナ、失礼しました。その一方で、えー、まある隊員が、えー、途中で撮るですね。まず 自己犠牲的なある行動があって、えー、これ原作本要するに実際にあったことを読むともっと悲惨なんですよ実はあの広いなんだけどでも最大限の言葉で褒めたたえてるけど本当はもっと悲惨なんです現実はどう悲惨かっていうと俺がね俺が行くっつってもう死を覚悟して行ってるんですよ死を覚悟して自分で覚悟して行ってるんですよなんだけど断末魔の助けを求める悲鳴が「頼むから助けてくれマーカス」っていう声が ずっと響いてそれが耳から離れないってマーカースさん言うんですよ。ね。まあそこの描写は映画ではオミットされてますけど、えー、まあそういうある自己犠牲的な行動があるあるいは、えー、もちろんですね、えー、終盤30分ほどですね終盤30分ほどに待っているある意外な展開これも言わないでおきますある意外な展開にがあるわけですつまり、えー、中盤ある隊員がとる自己犠牲的な行動であるとか終盤に待っているある意外な展開に この作り手たちがですね、まあ、さっきから言ってるように、コアだかではないんです。コアだかに明示するわけじゃないんですけど、メッセージを。コアだかには言ってないけど、本当に真に英雄的な行動っていうのは何かっていうのを託してるのは僕は間違いないというふうに、ええー、思います。で、それが当然、その序盤での主人公たちの選択っていうのと対になっていると。で、この構造は原作本にはない構造なんですね。さっき言ったように。原作本ではマーカスさんは、あの選択は間違いだって言い切ってるので。はい。ええー、で、しかもですね、 まあ主人公の,そのラトレルさんえーを救った、実際にも救った原理、理由ですね。なんで俺のことが、なんで俺が救われるんだと。っていうその原理が、本では、はそ,のその時点その時点で明かされていくんだけど、観客には明かされないわけですよ、その時点では。だから主人公と同じように、なんでっていうふうに僕らも思うわけですよね。それが、最後の最後の最後、ラストのラストのラストのラスト、その真の理由が。 あまりにも皮肉ですよねあまりにも皮肉なあのその真の理由が明かされたとこで何て言うんですかねこの世界っていうのの不思議さっていうか奥深さっていうかに何かドーンっていうかですね僕要するに僕らが何かの因,因果応報というかさ選択したことの結果として何かが起こるみたいなものをはるかに何か超えた何かこうもっと普遍的な なんかこう人としての何かみたいないやーなんか俺浅はかしたわみたいな感じがすごいするっていうかでさらにその直後にある写真が一枚の写真が出てくるわけですよ現実にある一枚の写真がこれって要するにさこの国のねそのこのローンサバイバルの話っていうのはさ、まあ、確かにそのマーカス・ラトレさんおっしゃる通り戦場という最も残酷で過酷でもう不正義そのものであるような現実ですよね正しさなんて通用しないっていう現実を生き残ってきた人たちが。 でもさ、君たちはそれに勝利してないっていうさ、なんていうのかな、人間の美徳、<laughs> 人間の美徳そのものを象徴するような、その1枚の写真がドンって出るっていうか、あのちょっと大げさに聞こえるかもしれないですけど、そのラストのラストのラストの理由が明かされるっていうこと、最後の1枚で僕はずーんとこう、ずーんと腹に来た次第でございます。ただ これもですね、今僕人間の美徳そのものみたいなこと言いましたけど、ただこれ綺麗事ではやっぱ終わらない。そのために、そのね、美徳を体現するようなその人物が負ったリスク、もしくはそのもう失ったものですよね。要するに、彼はだって自分がずっと生まれ育ったところにもう戻れないかもしれないですよ。ね、報復がね、その要するに正しいことをした結果、ものすごく失うものも大きい。これは主人公たちの選択と同じですよね。だから、 そのすごく美しいけどやっぱり綺麗でも済まないっていうかうんという何重もの構造があって結局のところやっぱりですね僕終わってからもう何一つこうなんていうかなスパッと結論が出なかったですね皆さんだから最後にねアメリカ軍が助けるというところとか思ってあのアメリカ万歳っていうけどそういうバランスですかねこれうんだから僕は全然ずっとこのじゃあ自分ならどうするみたいなとか どうするのがいい生き方なのかとか、すごい考えちゃいましたね、すごいね。はい。あのー、で、この考え続けさせるという一点において、この話を、まあ、その映画化した、特にこの原作本から映画化した意義っていうのがものすごいあるなと思います。はい。えー、ということで、あのー、落下描写、ね、映画史的にネクストレベル進めたという件と、やっぱよくぞこんな、なんていうのかな、ほんとこんだけ煮えきらない、うん、なんか、あに、なんか苦味が残る、 アメリカ映画、しかもアメリカ軍を主役にした映画ってなかなかないんじゃないかということで、僕は非常にあの偉い映画だなというふうに思いました。はい。えー、ということで、ローンサバイバー、あの、なんかあんまり日本だと入ってない的なムードも感じたんですけど、あの、ぜひ、あの、特に音響効果大事なんで、あの、岩場のね、グシャン、プシャン、プシャンっていうね、はい。えー、ということで、えー、ぜひぜひ劇場でウォッチしていただきたいと思う次第でございます。